間違いなさそうね。キューブを返して思い出の世界に行くのはあなたにとって大きな負担なのでしょ。そうなのか。無理すんな、リム。大丈夫。これは私がしたいからしていることよ。そこまでして私たちを助けてくれる理由があるの？本当にあなたの意思なのかしら。アオ、元気にしてたか、おめえら。あ、フランキーじゃねえか。ルイ、サニ号は完璧に修理しておいたぜ。おお、さすがフランキーだな。見に行くか、復活したサニー号。よし、行こう。サニー、よーし、サニーが治ったんならブルックを探しに行こう。ブルックだぞ。あいつまだ見つかってねえのか。そうなんですよ。私の体はまだ海の底に沈んだままです。いるじゃねえか。いや、ちょっと違うか。またおめえ妙な姿になっちまったな。魂だけでもこうして皆さんとお話できるのはありがたいのですが、肉体がなければ何もお手伝いすることができませんので、それが残念でなりません。皆さんの思い出の世界への冒険に私もお供したかった。思い出の世界の冒険？俺には何のことやらさっぱりだ。以上がこれまでの経緯よ。大体の事情は理解した。ブルックのことやおめえらに何があったのかを含めてな。しかしその思い出の世界ってのがまるで想像つかねえな。行ってみりゃわかるさ。フランキーとブルックも次は一緒に行こう。そのためにもまずはブルックの体を見つけねえとな。悪いがそれはまだできそうにねえ。船の修理は完璧だが、シャークサブマージ3号を出そうにも甲羅樽が空っぽだ。なんとか方法を考えてみるが、もう少し時間がかかりそうだ。そうか。私も何かお手伝いしましょうか。と言ってもお話しするくらいしかできませんが。ありがとうよ。幸いにも材料は揃ってるから大丈夫だ。気持ちだけ受け取っとくぜ。仕方ねえ。こっちはこっちでやることやっておくか。力を取り戻しに行くんだな。でかい像をぶっ飛ばして箱を取り返す。待って、そうしたいのは山々なんだけど、その前にちょっと行きたいところがあるの。行きたいところ？どこだ？内海よ。調べたいことがあるの。内海に何かあんのか、ナミ。エニエスロビーでロビンから聞いたことで思い出したことがあるの。ワッフルドが空から落ちてきたっていう仮説のことかしら。ええ、そう。内海に気になるものがあるの。もしかしたらワッフルドの成り立ちを証明できるかもしれないわ。そうか。じゃあ調べに行かねえとな。
しても沈みかかってたサニー号を一人で直しちまうなんて、さすがはフランキーだよな。本当にそうね、フランキー。お疲れ様。そういや、さっきの娘は誰だ？この島のやつか？あいつはリム。アディオとここに住んでる。箱を作れる面白いやつだ。箱？なんだそれら。それに、アディオってのは誰なんだ？アディオは俺だ。服装はともかく、頑丈そうなやつだな。お前もルフィたちの仲間か？そうだ、俺はフランキー、麦わらの一味のスーパーな船大工だ。俺はごく普通の探検家だ。よろしくな。アディオ、リムはどこだ？サナ、今日はまだ見てねえな。お前たちと一緒じゃなかったのか？おかしいな、さっきはいたんだけどな。リム、どっかで休んでるのかな。きっとそうね、かなり疲れてるみたいだったから。少し心配だけど、休憩の邪魔しちゃうのも悪いし。とにかく今は内海へ向かいましょう。この坂を登りゃいいのか？ああ、登りきれば内海だ。ここが内海か。いい景色じゃねえか。あれは、炎の巨像じゃねえか。かなり遠くを飛んでるから大丈夫だと思うけど、用事が終わったらしばらく内海には近づかない方が良さそうね。アリアの風車にそっくりだわ。空島と同じ史跡。ワフルドが空島だったことは確かなのね。それならやっぱり落ちてきたんだな。とにかくこれでここが元空島だってことがはっきりしたわ。さあ、アディオのところに戻りましょう。なるほど、リムってな、そんな不思議な力を持ってんのか。俺らまだ喋ったことねえが、どんなやつなんだ。そうね、得体の知れないところはあるけど、根はいい子だと思うわ。見ろ、アディオの近く、リムが戻ってきてるみてえだ。リム、どうしたの？
の水晶玉がなくなってる。どこかで落としたのか。わからない。気づいたらなくなってたの。瓶の中身だけ消えちゃうはずはないのに。蓋をしっかり閉めてたってんなら落としたわけじゃないのかもな。とすると誰かに盗まれた。よいさどもなら可能じゃないか。瓶から玉を抜き出すくらいお手のものだろう。あいつらどこにでも入り込めるからな。確かに彼らならできるかもしれないけど、ヨイさんがそんなことをするなんて考えられない。まああくまで可能性の話だからな。奴らが犯人だと言いたいわけじゃないさ。他に手がかりもないし探してみてもいいんじゃない。何か話だって聞けるかもしれないわよ。そうね、会いに行く価値はあるかも。あの水晶玉をなくすわけにはいかないから。あれはあの子から預かった大切なものだもの。じゃあ行くか。面白猿から玉を取り戻そう。猿が奪ったと決まったわけじゃねえって話聞いてたのかよ。出会い頭に手出したりしないでよ。あなたたちもついてきてくれるの？私の水晶玉を見つけたってあなたたちの力が戻るわけじゃないのに。どうして？ルフィがあなたを助けてあげたい理由はとても単純なものよ。きっとすぐにわかるわ。でも一緒に探してくれるのはいいけど、手がかりもないのにどうするの？あ、そういやヨイサ、どっかで見たぞ。私も見たような気はするけど、それってどこだったかしら。ところでフランキーってすごく体が大きいのね。おう、なんたって俺はサイボーグだからな。サイボーグ？お、この辺ヨイサーの匂いがするぞ。ああ、早速猿がいたぞ。こいつ何か知らねえかな。俺が話を聞いてみるよ。なあなあ、リムの水晶玉がなくなったんだけど、知ってることがあったら教えてくれないか。俺じゃない、リムから取るなんて怖いことできない。昔リムを怒らせたヨイサ、瓶に詰められて海に投げられた。犯人は多分そいつ。雷鳴の遺構の近くでいつも遊んでる。てリム、そんなことしたのか？してない。私が怒ったら瓶に隠れて逃げてっただけ。こいつ見てただけなのによっぽど恐ろしかったんだな。だが一度そんな目に遭ってんなら次も怒られるぐらいじゃ済まねえと理解できそうなもんだが。そうね、何か別の事情がありそう。とにかく雷鳴の遺構に行きましょう。よし、行ってみようぜ。いざ。なんでだよ、そんなことしねえよ。いざ。おい、こっちでいいのか。ああ、雷鳴の遺構はこの先だ。
ありがとう。おいさおいさ。それにしてもおめえ怒らせると怖えんだな。やめとけフランキー、お前も瓶詰めにされちまうぞ。だからやってないの。面白ざる。